世界に衝撃を与えた「怪物」の今後が注目を集めている5月6日ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥大橋は東京ドームで行われた同級4団体タイトルマッチで WBC 同級1位の挑戦者ルイス・ネリメキシコを6回1分22秒 TKO で撃破 4万3000人の大観衆が詰めかけた一大決戦で存在感を示した。初回にプロ初ダウンを喫した井上だが、以降のラウンドは練りを圧倒。最終的に3度のダウンを奪う会心の勝利には世界も熱狂した。そんな迫力満点の試合後に、31歳の王者は、リングサイドに構えていた IBF&WBO スーパーバンタム級1位のサム・グッドマン。ゴーシュー オリングに招き入れ次戦は9月頃、隣にいるグッドマンと防衛戦の交渉をしていきたいと思いますと堂々と宣言した。絶対王者からの指名を受けたグッドマンもリング上でやろうぜとこう、両陣営による水面下での交渉は明らかになったわけだが、現時点で互いに対決の詳細を決めかねている段階のようだ。米ボクシング専門サイトボクシングシーンによれば、 今年3月にマーク・ライブス・オーストラリア戦を昇華しているグッドマンの陣営は7月の対戦を絶望、一方で井上陣営は9月開催を望んでおり、ここで折り合いがつかない可能性もあるという。 実際、井上と共同プロモーションを担当している米工業大手、トップランクのボブ・アラム CEO は、現地時間5月9日に GO スポーツ専門局、FOX スポーツで TJ ・ドヘニーが対戦相手になる可能性もあると言及、グッドマンの印象を語りつつ、交渉の現況を明かしている。 今の計画では井上は9月に日本で再び戦うことになっている。そして、その経過次第で、年末にリヤド、サウジアラビア、で試合をするはずだ。私は、今週、東京でサムと短い会話をする機会があったが、彼の態度にはとても感銘を受けた。井上と戦うのが、9月になるか、12月になるかはわからない。だが、いずれにしましても、年内にサムが戦うのは間違いない。 一方のグッドマン本人は井上戦実現に歩み寄る姿勢を見せている。ボクシングシーンの取材に応じた25歳は、井上戦が簡単な仕事ではないことは分かっているし、大きな挑戦であることも分かっている。だけど、俺は偉大になるためにこのスポーツに取り組んでいると強調。このレベルになると、誰であっても打ち負かされる可能性があり、誰も無敵ではないし、 誰かがスーパーヒーローにもなれるんだと論じ、自身の考えを打ち明けている。可能なら7月にやりたい。ただ、場所は、現実的に、日本かアメリカかサウジアラビアになるだろうね。この3つの選択肢しかないと思う。オーストラリアに彼を呼び寄せるだけの吸引力があるとは思えないからね。俺はプロとしてまだ敵地で試合をやったことがない。でも、アマチュアでは何度も経験しているし、 旅には慣れている対戦そのものは決定的と見られている交渉はどのように落ち着くのか両陣営の同棲に引き続き注目だ文構成ここからネクスト編集